どうだい、エイちゃん。なんとかなりそうかい？今、デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな。俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所、読めそうです。おお、すげえ。どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。いや、助かったぜ。ありがとよ、エイちゃん。な、あ、あ、お前、タクシーの。サビサビ。こいつらで間違いねえんだな、富澤。あ、はい、間違いないです、八重さん。はあ、なんだこいつ。 あれこいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああ、そうだ。春日だ。春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか？極道大解散の MVP だよ。え？何しに来やがった、お前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし工面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見てもお門違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだがな。ちゃんと三食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざなおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ、エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。春日さん、私もサポートしますから。ありがとよ、エイちゃん。頼りにしてるぜ。ガンガン行くぜ。
やってまうで。だらしねえな。おらえよ。大丈夫か、エイちゃん。大丈夫です。ただ復旧に少し時間が。俺の番だ。おら！やってやるぞ。よし、やるぜ。はあ、へえ、やるじゃん。春日さん、気をつけて。ぶちかます。へばってんじゃねえよ。おら、やってやるぞ。春日さん、攻撃のチャンスです。悪いな、エイちゃん。追っ手が来るともわからねえ。逃げるぜ。は、はい。PC は無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今、春日さんのスマホに送っておきましたから。本当か？俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも、根性あるぜ、エイちゃん。そんな、やるしかなかったってだけですよ。やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな、エイちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。